です。予選競争目玉レース第1レースの開始を迎えています。並びは現在枠なりとなっています。ここでゲストの皆様に改めてお願いでございます。お買い上げいただきました勝ち船投票券は着順確定の表示がありますまで大切にお持ちください。第1競争対戦の6選手は1号艇群馬吉田実、2号艇が東海愛知から横谷翔一、3号艇広島村岡健、4号艇東京 A1 級は久望望、5号艇はお隣埼玉から関徹、そして6号艇愛知支部はこのカード2人目になります、松浦勝。以上6メンバーの対戦です。風が出てまいりまして、緩やかな向かい風のコンディションは現在は2メーター前後となっています。陰線には1号艇ベテランの吉田実、モーター68号機群馬ダービーの輸出モーターでありまして、こちらは廉価候補の一角。2コース2号艇の横谷、3コースには3号艇の村岡です。角としたのが4号艇フライング一本のハンデはありますが、力量上位は久望望、5コースから5号艇の積載アウト、6号艇の松浦です。予選競争目玉レース第1競争はすんなりと枠なりの3対3となっています。変わらずアゲンストの数は現在は 2,3 メーターとなっています。ホームストレッチ側開幕カード、予選競争目玉レース第1競争進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番の台形、第1競争ただいまスタートいたしました。スリット通過後、4コースから若干4号艇のぞこうかという体勢も、3号艇が少し壁になった。まずはインカレによる体勢、1号艇の下に乗る、2号艇差し構え、外5号艇敷いたのは3号艇が差し構えでバックストレッチ、陰線速攻1号艇内側のからスルスルと3号艇の村岡健が浮上するか、1号艇3号艇の突破らせ、わずかに3号艇反転し優勢、陰線残している1号艇の下に並んでまいります。単独3番手は2号艇の横谷翔一、後方4番5番6番向こう正面から2マーク、後枠3車の突破争いは2号艇3号艇と交差旋回、最内のから1号艇が差していきますが、トップに立ったのは3号艇の村岡健、リードの方は現在2停止ぐらい。さあ2番手争いでありますが、1号艇吉田実と2号艇の横谷翔一ほとんど並んでいます。3-1-2か3-2-1の体勢が後ろは5停止にちぎれました。5番6番4番という体勢でありまして、これから1マークです。3号艇先前体勢、1号艇が牽制、2号艇を牽制しながら回りまして単独2番手に浮上、3番手2号艇の横谷上位の体勢は3-1-2、それぞれ若干ずつではありますが定間が空きました。トップと2番手の定間2停止半ぐらい、2番手3番手の定間も2停止半ぐらいとなっています。後ろは3停止空きまして、5号艇の関通る単独の4番手、5番手6号艇の松浦、最後方4号艇足沢です。上位の並びは3番1番2番の体勢、2周目の大胆マークを旋回いたしまして、レースの方はこれから最終周回と入っていきます。混戦を制しまして3号艇の村岡健がトップ、2番手追走、陰線残して1号艇の吉田、3番手は2号艇の横谷、3-1-2後方向かって5-4-6前提600を切りました。トップは3号艇の村岡健、今1マークを旋回、2番手追走1号艇吉田実、3番手には2号艇の横谷、3番1番2番の体勢変わることなく、若干5号艇が3番手の定間を詰めてまいりまして、その差は現在2停止ちょっととなっています。2連単の3-1-26.5倍、3連単3-1-2でなんと2万船券でありまして 200.5 倍を示しています。3番1番2番の体勢、上位2艇ラスタンマークをクリア、3番手落としてまった2号艇の横谷、内側のから5号艇が差してまいりますが、3番手をキープする2号艇の横谷、3-1-2の体勢、第1競争ゴール、今近く3号艇村岡ゴールイン、2着1号艇吉田ゴールイン、3着2号艇の横谷ゴールイン、後ろは5番6番4番ゴールインです。もちろん人気を集めての一戦です。ドラキリュナイター最終日の攻防戦、一般戦競争第3レースが始まります。6選手ピットを離れてバック側、チルトプラスの 0.5 度、水原慎が定段を離れる形、外に出ようとしています。対戦メンバーは1号艇吉田実、2号艇渡辺悟、3号艇上田健太、4号艇藤井定美、5号艇中村博信、6号艇水原慎の6選手です。陰線に構えていくのは1号艇の吉田実です。
昨日の準優勝戦は6着となりましたけれども、船足は光るところがある吉田実、人気の中心はこの吉田です。地元メンバー2号艇渡辺悟が2コース、昨日は大外から一旦は3番手というシーンもありましたが、船足は決して威張れるものではありませんが、ここ人気対抗格は渡辺です。3コースに3号艇の上田健太、予選突破はなりませんでしたが、昨日の12レース6コースからの2着は見事でした。角受け3コース上田健太、4コースには4号艇地元ベテランの藤井定美が構えて、昨日は1着2着、船足は苦しみながらも5号艇の中村博信5コースから最アウトが散ると 0.5 度、6号艇の水原慎、枠なり3対3です。3レーススタートしました。スリットは内側3艇が先行する形となりました。1号艇の吉田実、まずは1マークを先に奪っていく。2号艇の渡辺が差しを狙ってバック側に出ます。外を握ったのが3号艇の上田健太でありますが、トップ争いはどうか。1号艇の吉田実、内側から2号艇の渡辺悟、吉田を捉えています。なお前提スタートは正常でした。3番手は3号艇上田の内から6号艇の水原が迫る。1周2マーク、2号艇の渡辺悟がまず先に回っていく。1号艇の吉田実は外を回る形で前の体型は2番1番、先頭2番手定冠は3艇身と相手2周目に入ります。1号艇吉田の後ろ、ここは5艇身ぐらい切れましたが、3番手優勢は5号艇の中村、外には6号艇の水原慎が1艇身半差を追っています。前は2番1番で2周1マーク、3番手は5号艇の中村、外を握って6号艇の水原が迫ろうとしています。外に6号艇の水原、内に5号艇の中村、わずかに中村優勢ではありますが、この2艇はほとんど並ぶ形。2艇審査、水面の内側から3号艇の上田も追っての2周2マーク、2号艇の渡辺、1号艇吉田、3番手争いはどうか。5号艇中村の外を握る6号艇の水原慎、5号艇中村しのげるのか。外6号艇の水原が船を前に出しました。前は2番1番6番、3番手4番手の定冠はそれでも一定審、5号艇の中村が追います。3周1マーク、2番1番の後ろ、6号艇の水原が回っていく。5号艇の中村、今度は内側を攻めようとします。バックストレッチ側でありますが、6号艇の水原3番手を守って、スリット裏では1艇身半から2艇身優勢2マークに向かいます。2連単オッズの 214.8 倍、3連単2番1番6番は 58.6 倍、2番1番5番ならば 19.7 倍、3番手はどうか。6号艇の水原守ってホーム側戻ります。2163レース、まもなくゴールを迎えます。1着2番の渡辺5塁、2着1番の吉田5塁、3着6番の水原5塁、後ろは5番中村、4番藤井、ラストで3番の上田がゴールインです。競争水面上、風の方が緩やかなホーム、追い風へと変わってきています。開催初日の2ボートレース場、続いては第3レース予選競争です。対戦メンバー1号艇群馬吉田実、2号艇東京北山康介、3号艇が東京熊谷直樹、4号艇三重浜野隆、5号艇が東京深澤辰徳、6号艇群馬生間飛雄、以上のメンバーです。目立った動きはどうやらありません。インコースは1号艇吉田実が入ります。前節の桐生では準優勝戦進出しています。2コースは2号艇北山康介、昨年は3月江戸川で優勝がありました。3コースは3号艇熊谷直樹が向かっています。2節前の玉川で優勝戦進出しています。4コースは地元の4号艇浜野隆は今回が30日フライング休み明けの初戦です。5コースは5号艇深澤辰徳、2節前玉川では準優勝を果たしています。3アウト6コースは今回ツアー初登場です。6号艇生間飛雄となっています。カードは4コース4号艇浜野が取って3対32つに分かれています。人気は内枠3選手、1号艇吉田実、2号艇北山康介、3号艇熊谷直樹、この3選手人気をやや分け合った一戦です。大時計は12秒進回転始まるところです。第3レース予選競争スタートまではまもなく残りは10秒。進入は内側から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。ス
タートしました。3コース3号艇熊谷トップスタート、2コース2号艇北間もスタートを決めた。1マーク逃げる1号艇吉田、2号艇北間が切り込んで2番差しは3号艇熊谷、間から5号艇深澤、左右茶4号艇羽村が続く。さあ下2号艇北間が1号艇吉田を捕まえるか。この内側から一定審判差、3号艇熊谷が食らいつく。スタートは正常です。一周にマーク内側から2号艇北間康介が先制する。1号艇吉田が差し返して握ったのは3号艇熊谷です。しかしトップは2号艇北間、2番手争い内側から1号艇吉田、相当は3号艇熊谷が並走。2番手が接戦でレースは2周1マーク、先頭は2号艇北間康介、2番手争い内1号艇吉田が先まって握っていったのは3号艇熊谷です。相当からかわし去る2番手は3号艇熊谷優勢、内側から2艇審査、3番手から1号艇吉田稔が追走。上位体系は2番3番1番です。2周第2ターンマークは2号艇北間康介がトップ、2番手内側から1号艇吉田がもう一度接近、ここは回してから差し返すのは3号艇熊谷です。2番手は内側から3号艇熊谷直樹が優勢、1号艇吉田稔が3番手、2番3番1番の順、あとは水が空いて4号艇浜野、5号艇深澤、6号艇伊熊がついて最終周回です。3周1マークは差し切った2号艇北間康介が先頭、2番手争い3号艇熊谷直樹が勝ち取って、1号艇吉田稔3番手から続きます。3連単2、3、1のオッズは 18.5 倍です。これから最終ターンマークは後半は10レース再登場、2号艇北間康介が先頭、2番手は3号艇熊谷直樹が旋回、3番手1号艇吉田稔が続く。2番3番1番で第3レース合流、先頭2番北間五輪、2番手3番熊谷五輪、3番手で1番吉田が五輪、4番浜野、5番深澤、ラスト6番伊熊五輪です。第3レースの確定は1着2番、2着3番、3着1番でございました。序盤の企画レースの戦いが終了しまして、ここからは中盤カードを迎えます。競争は第5レース予選競争です。対戦メンバー1号艇は吉田稔、2号艇は豊田健志郎、3号艇は上野秀和、4号艇は山田昭弘、5号艇は栄田正彦、6号艇は渡辺正成、以上のメンバーです。このレースも進入動きありません。1、2、3、4、5、6、定番通りの進入へと収まっていきそうです。ゆっくりとイン1コースに向かっていくのが1号艇吉田稔です。吉田今節は前節の輸出モーターを引いています。今日はここ一層入魂のイン戦、そして隣にコースに向かっていくのが2号艇豊田健志郎。豊田がこのレース人気の軸に押されています。センター3コースには3号艇上野秀和、上野は67号機前節の準優勝モーターを引いています。引っ張って4コース角には4号艇山田昭弘、5コースに5号艇栄田正彦、サイアウト6コース6号艇渡辺正成は今日ここ1回走りとなっています。ホーム追い風が4メーターから5メーター少し強くなっています。迎えますカード第5レース予選競争です。スタートまで残り10秒、深夜インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コース角から4号艇の山田、インから1号艇吉田、インと角の両者コースタート。4カードから出ていく4号艇山田をイン、1号艇の吉田が突っ張った。さす2号艇の豊田、まくり出す5号艇の栄田、さらには6号艇渡辺正成でバックスリッチ、トップ争いは2号艇豊田、さらには6号艇の渡辺、最内から3号艇の上野、この3艇のトップ争いです。スタートは正常、1周の2マーク、しかし抑えていく2号艇豊田健志郎が1周の2マークを先制。2番手ですが3号艇の上野、外前行った6号艇の渡辺が3番手、現在10位の体系は2番3番6番後方ですが、1号艇の下5号艇の栄田、最後方4号艇山田でレース
2周の1マークの旋回に向かいます。先頭で2号艇の豊田健志郎がクリア、2番艇3号艇の上野、外を行く6号艇の渡辺、少し流れた1号艇の吉田が逆転で3番艇に浮上、3、4番艇の定間は一定四半というところ、4番手から6号艇の渡辺後方ですが、5号艇の栄田、最後方4号艇の山田でレース2周の2マークの旋回、トップ2号艇の豊田健志郎、2番手3号艇上野秀和、3番手1号艇吉田稔、順位体系は2番3番1番、後方ですが水が空いて6号艇の渡辺、4号艇の山田、最後方は5号艇の栄田でしょうか。レース最終周回に入ります。1周の1マークうまく刺して、そして抜け出しました。2号艇豊田健志郎が先頭です。今最終周回の1マークをトップでクリア、2番手3号艇の 上野秀和、3番手は道中逆転で1号艇吉田稔、順位対決は2番3番1番、後方は6号艇の渡辺、4号艇の山田、最後方5号艇の栄田で、これからラストターンマークの旋回、3連単231のうつ 16.0 倍となっています。この後は第12レースドリーム戦再登場です。2号艇豊田健志郎が今最終ターンマークをクリア、2番手3号艇上野、3番手1号艇吉田で順位対決231、第5レースまもなくゴール、先頭2番豊田健志郎が合輪、2番手3番上野合輪、3番手1番吉田合輪、4番6番6番4番は接戦、ラスト5番栄田が合輪。第5レースの確定は1着2番、2着3番、3着1番以上でございました。安定版を使用してシリーズ5日目の戦いが続いています。続いて迎えますカード、前半ラストの一戦です。第6レース一般戦、対戦メンバー1号艇は吉田稔、2号艇は平岡重則、3号艇は柴田直也、4号艇は梶山亮斗、5号艇は伊藤慶三、6号艇は岡村慶太、以上のメンバーです。進入に動きはなさそうです。ゆっくりとイン1コースに向かっていくのが1号艇の吉田稔です。得点率は19位、惜しくも次点に泣きました。今日はここ1回走りイン戦、予選突破ならなかった鬱憤を晴らしたいところ。そして隣にコースには2号艇平岡重則、センター3コースには3号艇柴田直也で1蓋さん、ボート下げていきました4コースの角には4号艇の梶山亮太です。そして5コースには5号艇ドリーム組伊藤慶三、6コース6号艇同じく初日のドリーム組です岡村慶太。枠なりの3対3、安定版を使用しての戦いとなります。第6レースの一般戦です。スタートまで残り10秒、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコースわずかに1号艇吉田トップスタートか、4コース4号艇梶山もいいスタートから1周の1マーク、まずインから先手は1号艇の吉田、刺す2号艇の平岡、まくり出す3号艇柴田、そのうちを5号艇の伊藤もまくり出し、バックストレッチトップ争いは逃げる1号艇吉田、まくり出した3号艇柴田、この両者並走、この2艇の内から5号艇の伊藤ボート伸ばして、その後ろから6号艇の岡村、スタートは正常、1周の2マーク3号艇の柴田が先制、差し返す1号艇の吉田ですが遅れ2番手、3番手外前5号艇の伊藤が1号艇吉田との定間も詰めてきました。4番手から迷って6号艇の岡村候補ですが、2号艇平岡、さらには4号艇の梶山、レース2周の1マーク先頭で3号艇の柴田クリア、2番手先前は6号艇の岡村、岡村回してから差し返す1号艇の吉田、差した吉田2番手をキープ、3番手6号艇の岡村で順位の対決は3番1番6番ですが、2、3番手は判定審査、1号艇吉田、6号艇の岡村の2番手争い、候補は2号艇平岡、5号艇の伊藤、最後方4号艇の梶山で、レース2周の2マーク注目は2番手争い、1号艇吉田 V リア回っていく、外前は6号艇の岡村、しっかり回っていった吉田が2番手キープも、外から6号艇の岡村まだチャンスありそう、後方は2号艇平岡、5号艇の伊藤、最後方4号艇の梶山でレース最終周回に入ります。
最終周回の1マークトップ3号艇柴田クリア、2番手1号艇吉田に対して握っていく6号艇の岡村啓太、岡村の全速戦内々受け止める1号艇の吉田、1号艇吉田判定審議だもまだ6号艇の岡村食い下がる、後方は2号艇平岡、5号艇の伊藤、最後方4号艇の梶山でこれからラストターンマークの旋回、シリーズ初勝利で3号艇の柴田今最終ターンマークトップでクリア、2番手1号艇の吉田に対して最後内飛び込んでくる3号艇岡村啓太わずかに届かず3番手でしょうか、先頭3番柴田直也が五輪、2番手1番吉田が五輪、3番手6番岡村五輪、2番の平岡5番の伊藤、ラスト4番梶山が五輪。第6レースの確定は1着3番、2着1番、3着6番以上でございました。第8レースです。市二さん456コースはここも枠内の模様です。対戦メンバー1号艇吉田メル群馬、2号艇新田智明大阪、3号艇佐藤佳幸福岡、4号艇松井健二兵庫、5号艇白井博文山口、6号艇中村ヒューが香川です。イン1番の吉田が入ります。63歳のベテランの吉田メル今日の前半戦オープニング第1レース3着争い3つ目激戦を制しました。ここもまたベテランの味を発揮するか、1番の吉田ミノルインコース、2コース2番の新田パワフルな走りで今日前半は2着、ここは人気の要でしょうか。3コース3番の佐藤岡、 A1 の佐藤岡、この内枠3点まずは人気、4カード4番の松井健二も人気です。今日は松井は前半5着巻き返しに燃えます。5コース5番の白井、6コース6番の中村、枠なりで3対3、向かい風はまた4メートル5メートルくらい吹いております。スタートまもなく10秒前、外3手から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第8レース予選競争1秒前スタートしました。3コースからまず3番の佐藤岡が飛び出していくのか、まずいいスタートですが、インから1番の吉田ミネルも先手を取りに行く、まくる3番ですがまくりきれず、ここは押し切ったベテラン1番吉田ミネル、吉田が先頭、そして2番手争いは内から4番2番3番3にほぼ並んだ状態です。最内4番の松井健一がわずかリード、最内からもう1点6番の中村ヒューガもひたひたと迫っています。スタートは正常でした。第2ターンマーク先頭変わらず1番の吉田ミネル、2番手争いまだ接戦、内から2番3番4番が並んで真ん中3番の佐藤岡が若干リード、僅差で外4番松井、内から2番の新田です。依然として 3.3 つの目の2番手争い2周1マーク、1番吉田ミネルからうちの2番の新田、そこを指して3番の佐藤岡、ここで3番佐藤岡ようやく単独の2番手、後ろ今度は2番4番が3番争い並走状態です。わずかにうちの4番の松井がリード、判定審議との差上位1番3番4番そして2番の順で2周第1ターンマーク、1番吉田ミノルから3番の佐藤岡勇気、そして4番の松井、ここで単独の3番手、1、3、4、後続2、5、6、2番の新田は完全に水垢れております。現在4番手。3コースから3番の佐藤岡がトップスタートでした。幕に行きましたが、インから堂々押し切ったベテラン1番吉田ミネル。吉田が先頭、そして2番手、3番の佐藤岡。3番手、水相手、4番の松井です。1番、3番、4番。見せ場を作ったベテラン1番吉田ミネル。吉田が先頭、そのまま帰ってきまして2番手3番の佐藤岡、3番手4番の松井です。まもなくゴールです。まず先頭1番の吉田ミノルが五輪、2番手3番佐藤岡、3番手4番の松井、残る3手2番新田、5番白井、最後6番中村がゴールいたしました。
以上、白熱の第8レース予選競争でした。第8レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着4番、以上でございます。レースは第3レースです。1、2、3、4、5、6、ここもコースは枠なりとなりそうです。対戦メンバーとコースです。この後インコースには1号艇群馬吉田実が入ります。2コース2号艇長崎大串茂幸、3コースに3号艇福岡松尾信邦、4コース4号艇徳島葛原博明、5コース5号艇福岡倉尾大輔、6コースに6号艇兵庫角山雄也です。このシリーズは高塚、吉田、原といった大ベテラン組が大いに盛り上げました。その中でも吉田実が予選を突破、昨日は準優は大外から5着でしたが、ここは陰線立って人気を集めます。そして同じく準優メンバーは4番の葛原、葛原は4コースの角に位置しています。葛原も外から大敗でした。インの1番吉田から2番大串、3番松尾、うちのメンバー、さらに4角4番の葛原といった組み合わせ、注目人気のようです。進入スタイル3対3、風が少し追い風出てきました。 4,5 メートル吹いています。外3艇から進入開始、進入コース、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。第3レース一般戦、1秒前スタートしました。ほぼ揃ったスタートでしょうか。一周の内幕へインからまず押し切るが1番の吉田ミナル、吉田が押し切って4角から4番の葛原、外へ膨らむ。1番の懐を刺して2コースから2番の大串、大串がまずは先頭を立ちました。2番手以降まだ接戦です。2番手はわずかに1番吉田がリード、内から6番の角山並んでくる。1番6番2番手並走状態、その後ろ4番の葛原、現在は4番手付近。スタートは正常でした。2番折り返しまして、先頭は2番の大串茂幸、2番手1番吉田実、3番手ここで5番6番が並走状態、内が5番の倉尾、外6番の角山、4番の葛原、その後ろ5番手しんがり3番の松尾です。2番1番で2周の1番からバックに入っています。そして注目3番手争いは外枠勢の争いから、現在5番の倉尾が単独の3番手、これを4番の葛原、現在4番手で追走中。2番1番そして5番か4番かあるいは6番かというところ、2周2幕、2番大串、1番の吉田、注目3番手、依然5番の倉尾が優勢、これを4番葛原、ようやく今3番手並走状態に持ち込んだか。2番1番そして4番5番接戦の3番手争い、競り合い、ここは4番葛原が優勢に折り返すか。最終の1幕、内をうまく手堅く4番の葛原、3番手に浮上、上位3艇変わって2番1番4番です。後続3艇が5番6番3番、2コースから刺した2番の大串、先頭1番吉田が残って2番手、3番手は後方から4番葛原上がってまいりまして、2-1-4で間もなくゴールを迎えます。まず先頭2番大串五輪、2番手1番吉田、3番手4番葛原、その後は5番6番最後3番がゴールしました。以上第3レース一般戦でした。第3レースの確定をお知らせいたします。1着2番、2着1番、3着4番。
以上でございます。開催初日の対戦カードは残すところあと2つになりました。競争水面上は11レースの予選特選です。1号艇吉田実、2号艇諏訪忠宏、3号艇山木和人、4号艇野中芳雄、5号艇栗山茂弘、6号艇河本誠です。ゆっくりと6名がバック側ボートを流していまして、枠番通りの進入へと収まっていきます。まずインコースに構えていくのが吉田実、高枠吉田がこのレースまず人気に押されています。その奥に諏訪忠宏、さらに奥センターの3コースが山木和人、その奥が地元野中芳雄。野中が角を伺っての作戦待機行動で、栗山茂弘5コースで河本誠が6コース、枠番通りの3対3です。インに吉田、一方角、こちらも人気を集めた野中芳雄。野中芳雄の角戦となった11レースの特選。スタートまで10秒切りました。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。予選特選の11レーススタートしました。センター勢山木と野中、この2人がスタートで先行しました。1番クジバット野中出てきますが、先に回るのは1号艇の吉田実、野中芳雄がその内側へまくり出していった。3号艇その懐へ切り込んでいって、さらに内側に5番と2番が旋回、まくり出しから4号艇の野中が先頭で、2番手1号艇吉田実、3番手は5号艇の栗山、後方3艇2番3番6番です。スタートは正常でした。2枠4号艇の中がトップ旋回、内側へ向けて5号艇飛び込んできた栗山、1号艇これを行かせて VI 切り込む吉田実が懐をさばいていきまして、2番手はわずかに1号艇の吉田実、すかさず内へボートを振っていく5号艇の栗山、3番手から吉田を追っていきます。外前にいるのは1号艇の吉田、吉田実はまっすぐ走っていく、ダンマークに寄ってくる5号艇栗山を行かせて、もう一度その懐へ切り込んでいきました。少しボートが浮いた、吉田実バランスを崩して後退しました。2番手は4号艇の栗山がここで逆転しました。吉田は3番手に交代で体型入れ替わって4-5-1、22マークの旋回です。3番手吉田実の後方から2号艇が内側に迫ってきた諏訪、さらにその懐へ切り込んでいった6号艇の河本ですが、3番手は守っています1号艇の吉田実、体型が4-5-1、スリット前を通過して最終周回です。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへ入っていきますが、先頭には4号艇野中芳雄、野中が先頭、そして2番手ですが5号艇栗山茂弘、3番手が1号艇吉田実、体型が4-5-1、後方3艇は6番2番3番の順に続いています。3連単は 23.9 倍、最後のホームへ4号艇野中、5号艇栗山、そして1号艇の吉田と帰ってきました。11レースは先頭4番の野中ゴールイン、2着5番の栗山、3着1番の吉田、続いて6番河本、4着で後方2艇は3番2番ゴールイン。11レースの確定は1着4番、2着5番、3着1番以上です。